久保さんいやーお金の問題についてああだこうだちょっといろいろと対談してきましたよ。まあちょっとねその対談で出てたちょっとね一つワンフレーズがあってこれちょっとシェアしようと思うんですけど「まあ50年生きてきて50年生きてきて100万すら稼げないんですか?」と「何勉強してきたんですか?」とドキって言われたらしいですね。あドキ ズキュみたいに稲妻が走ったって言ってましたけど50年生きてきて100万すら稼げないって何勉強してきたんですかって何やってきたんですかってまあ若い子に言われたらしいんですけどねまあでも捉え方によってはクソお前の若造お前,お前と俺の世代は違うんだと何言ってんだと俺とお前は違うとお前は若いから いいろろあるけど俺の世代は違かったんだっていう受診の仕方もあるしただその方はすごくありがたかったすごく稲妻が走った胸を打たれるものがあったその若い子にそういうふうに言われて確かになって思ったみたいなことを言ってたんですけどどうですかねでもどこを切り取るかどう受診するか 人それぞれですけどでもその若い子がそのねあのまあ自分より年上の人にですよ偉そうにそういう風に言ってねあの捉え方ですけども、うん、でも事実としてはその若い子が言った言葉がまあ事実だと思いますけどね。 だって、まあ、冷静に考えてもうん、まあ、50年も生きてるわけですから100万稼ぐアダだこうだっていうのは学べたはずだと思うんですよ。でさらに言うと、まあ、今お金に困っていて、まあ、その若い子のねセミナーかなんかに、まあ、そこを詳しく聞かなかったんですけどなんかそれに参加してるわけじゃないですか。<laughs> うん、まあこれ捉え方でしょうね。 これを言われてどう捉えるかがやっぱ人生のキロじゃないですかここでハッとするかそれともクソ生意気な小僧がみたいな「お前に何が分かるんだ」ってなるかでもその若い子が言った言葉っていうのは何なんでしょうね「50年も生きてきて100万すら稼げないって何勉強してきたんですか?」と「何やってきたんですか ?50 年あなたはどう感じますかムカつきますか ムカつきませんかハッとにここね人生の岐路だと思いますようんでもその子が言った言葉っていうのは、まあ、目上の人に対しては失礼かもしれないですよ、うん、失礼かもしれないでもまあその参加してるわけですからね <laughs> <laughs> うんまあ面白いな面白かったなと思いますね ぶっちゃけそのお金の問題はお金を稼げば終わりですからね。はっきり言って。でもお金の問題じゃ解決できないものもあるわけですよ。でもそれだからそこはお金じゃないとこですよね。でも大抵の部分はお金で解決するっていうのは世の中じゃないですか。だから僕は、あの、なんだ、まあ、交通違反も今までしてきて、免停も食らったこともありますよ。でね、免停食らったは、まあ、 僕は初めてメンテー食らった時にびっくりしたのがあの30日間メンテーだったんですけど1万払うとねなんか1日になるっていうね1日講習受けると1日でメンテー解除みたいなだけどお金払わないと <laughs> 30日間運転しちゃダメだけど1万払うと1万ちょっと払って1日講義受けてそうすると次の日には乗れるってうどういうことみたいな <laughs> 何なんだこれみたいな金かみたいな。 ね、仮借とかもねその仮借金みたいなのもあるじゃないですかいくら払うとでもそれをねまあなんだ指差してもしょうがないですよねだってそういうルールで生きてんだからさなんセブンコンビニに行ってねなんで値札つけてんだよってなんで無料にしないんだよ、ね、困ってる人がいるんだから全部無料にしろよ 通りますお金じゃないでしょ世の中世の中お金じゃないんだからセブンアーホールディングス儲かってんだから全部無料にしろよとどうすかね <laughs> これ非常に難しいっすね捉え方ですから結局は何言っても結局受信力ですよね久保さんね久保さんの速可塾の受信力ですどう受信するのかによってやっぱ変わっちゃいますよね うん、受診の仕方では若造に何が分かるんだと本当に失礼なこと言いやがってとなるだろうし、うん、どう受診するかって大事ですねいってらっしゃい